はい、こんにちは。サルボーイです。行きましょう。警告で、歯をかけるを目指す。三種類をあふれる事情。はい、というわけで、私です。あれやねんって感じですけどね。はい、というわけで行きましょう。あれは全国大戦の動画です。そしてバージョン 1.05C の初全国動画な予感。はい。私のデッキがですね、とりあえずなんか暴虐が強くなったというような話をちょろっと聞いたので、すっげー見切り発車のデッキを使ってきましたね。正直、これじゃなかったはずなんだけどね。なんか、なんやろね。本当はもっと高武力で組んで、開幕将軍の方でドーンってアドバンテージ取って、で、朝鮮がしかるべきタイミングでさらに、追い打ちというか、押し込み警告を舞うみたいなコンセプトのデッキだったはずなんだけど、ねえ、装備力いくつこれ ?3、5、13、15、10、装備力 17? マジで装備力17ってあんた。きっつ。武力依存きついよ。確かに、6掛けして、6636アップすれば、53? ああ、総力53、すごい。いやいやいや、みたいなね。でね、お相手の方が5枚の典型、石壁典型って感じですね。あと剣母も込みで。剣母典型か、石壁剣母典型みたいな、そんな感じ。うん。で、ちなみに、来ましたね。初ですね。あれですよね、5月からだったっけな、香港の方が、ね、参戦してきましたね。ゴールドスター、チェンワンっていうお店なのかな。はい、というわけで見ていきましょうか。いや、正直、しかも広角戦やで、これ。いや、もうね、ちょっとは、なんていうかね、とりあえず新バージョンやりてーっていう気持ちに駆られて、あと仕事上がりに頑張ってきたわけなんですけど、開幕はとりあえず、やっぱね、制圧 S だから、なんかやっぱ塗りたいなという気持ちで塗りに行きましたね。まあ、暴虐は全員ってはないよね。全員かけする必要なんかないでしょう。いけーってこれね、そう、ちょっとね、数字入んなかったし、これ。一瞬入んなかったし。あらー、みたいなね。あー、数字にかかんなかった。数字にかけたかった。でも、双剣の槍がさ、強いからさ、あー、蒼沢止まった。蒼沢止まった。あー、周囲踏んだ。まあそれは折り込み済みか。これ刺さりそうで怖くてね、相手の双剣が割といい動きしてるからさ。あー、つけた。でさ、これ割とさ、見てくださいよ、暴力の白ダメ。俺なんか結構なんか話に聞いた限りだけど、あれ結構減ってるんだけどっていう、4枚掛けで結構減るやん、減るやないですかって思って、あれこれ言うほどアドバンテージ取れないんだけどっていう。開幕から、やっぱり開幕やるなら、やっぱ工場兵なり、高武力のやり兵、高コスト高武力のやり兵とか、じゃないとこれ結局負けてるじゃないですか。負けてるじゃないですか。内乱されそうやけど、それでもきついじゃないですか。負けちゃってるじゃないですか。しかも、壊滅しちゃってるじゃないですか。あれみたいな。こんなはずじゃなかった。こんなはずじゃなかったんだけどな、おかしいな。あれーって感じですよね。刺さりそうだよ、気をつけて。気をつけて、刺さんないで、うまい。うまいよ、やることやってるよ。気をつけて、気をつけて、やりるよ。やりるよ、刺さるよ。はい、刺さった。いただきました。そして、典型。まあ、典型も短くなったんですよ。6カウントぐらいになったって話聞いたよ。うん。って思ったんだよね。じゃあ、ある程度スルーしたろうやないかいって思ったんですけど、こんだけライン上げられちゃってるから、とはいえさ、守る術が、てか、トータクが刺さってなければよかったんだけど、華麗にぶっ刺さって、私の、ね、防具は連冠ですよ。うん。さあ、どうしよう。あれ、しかもなんかピンポンなってたけどな、ピンポンめっちゃなってるな。今は出れませんなっていう感じ。でも私寝てる時間なんでオルスですってことで、イルスじゃないよ。もうとりあえず武力14にしたんだけどっておいーみたいな。今6カウント経ったよね。あれ意外と長えとかって終わっちゃってました。あららー、なんという新バージョンのデビュー戦とやっていきますか。安定かい。指パッチンもならんわ。グー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 みたいな。いやー、香港の方やりますね。装備力いくつだ相手差が16、22で3か。まあまあまあ。いやー、落ちちゃいましたね。はっはっは。いやー、とりあえず開幕はね、そう、朝鮮はやっぱ制圧。てかやっぱ思ったけど、朝鮮って、あー、これもうちょいあれなんかな、左ずらせば3マス塗れるのかな。結局それ試したこと一度もなくて、今回ちょっと相手さ、この3マス塗れるかなと思って試してみたんだけど、またずれてんのかな。もうちょい左ずらせば3マス塗れるのかな。ね、どうなんですかね、その辺。いやー、ここね、まあまあ4枚でも、いや、ここはもうがっつりゴリ、確かにね、数詞は柵に阻まれるだろうからってのもあったんだけど、いやでも全然相手はとつらしてくんないし、結構やり手ですね。全然とつれない、全然とつれない、これ全然とつれない。まあ私が減ったではあるんやけど、まあ内乱は取れるし、結構しかも塗ってるからなかなかでかい一撃が入るわけなんですよ、これね。まあまあ白ダメ取れなくてもまあ内乱取れるからみたいな。言うてよね、バカばっかりってか、諸葛凛ちゃんもうまく使ってみたかったんだけど、典型に対して叩くとこなかったよ。いやーねえ、いや逆にでもなんかしたかったよね。お呼びじゃないの。あ、これもうとりあえず暴力解けたんですよね。ちょっと待ってね、だってさ、いきますよ、4人掛けっすよ、4人掛けの4人掛けでさ、こんなに食らうのっていう感じだけど、俺のイメージだともっと減らないのかなと思ったんだよ。結構減ってません？あ、まだ終わってないよね。まだ食らう。ここまでか。待って、ここからバーン。結構減ったよ、結構減ったね、4枚掛けで。これしっかり構造取れないとダメじゃない？やっぱりないかな、まだないかな。実際だから攻めと守りでって考えだったんですよね。開幕攻めて守りでも暴力叩けるから強くねとか思ったんだけど、あんまり調子こいて複数掛けするとやっぱきついっすね、これね。っていうことで2枚掛けか3枚掛けぐらいにとどめないと多分下手したら負けるかな。ないしは本当だから開幕から結局王政かなんかでバーンって突っ込むのが早くて、でもそうすると朝鮮の居場所がないんだよな。そうするとやっぱまだなんか、暴力警告かな。で、なんかちょっと、なんかこれじゃない感が否めないかなというのは個人的な感想でございますね。正味きつい。いやー、実は相手のライン上げさせないようにしたかったんだけどな。ここはおとなしく連携を打つべきだったね。いやー、まさかそんな強気で典型ぶっ叩いてくると思わなかったんだよね、正直。正直ね。いや確かにね、こんだけ地上に接近、73カウントじゃん。だから6カウントやったらまあね、でも言うてもここまで来たらまあだいぶきついけどね。しかも相手絶対されてるでしょ、この後。ギリだったんだよね。いや、何回俺これ見てんねんって話なんだけど、やっぱちょっとこれじゃない感、正直このデッキはこれじゃない感なんだけど、とりあえずね、いろいろ変わったとこ使ってみたかったというか、原子とかも使ってみたかったんだけど、原子もちょっと変わったよ、確かね。で、ヨウスさんがちょっと短くなったんだっけ。まあ言うてやけどね。はぁーって感じでしたね。まあまあ、なるほどっていう感じでしたね。はい。じゃあ、お疲れ様でした。ちなみにこの後ももう一戦この手使ってますよ、確か。はい。バイバイです。はい。